阿部先生、2月ですよ。2月ですね。入試始まっちゃいましたね。入試本番ですね。ねえ。はい。いやー、みんな受かるかな。受かります。大丈夫。大丈夫。決めやってきた。しっかり。絶対受かる。大丈夫。なんで若干片言なの。武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ、中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗し、もうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、今まで教えてくれた先生方を信じて、僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんか直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。阿部先生、はい、今回の質問はですか、今回の質問はですね、うん、はい、センターでは8割取れたのですが、うんうん、得点ダッシュ現代文が4割を超えるくらいのことしか書けません、うんうん、入試まで1ヶ月しかありませんが、このまま得点ダッシュやっても大丈夫なのでしょうかという質問です、うん、なるほどね、はい、まあそれはそうだよね、多分だって論述やってないってことでしょ、これまで。うん、そうですね、これ、まあ、二次対策ってことですよね、うん、きっと。まあ、はい、多分センターしかこれまでほとんどやってなくて、はい、得点ダッシュやったら半分もかけないのは割と当たり前かなっていう気は、そうですね、うん、するよね、はい、でもこれに限らずさ、まあ、でも、はい、どうだろう、山井先生、例えばさ、はい、新しい参考に入ってさ、正解率が半分切ってるみたいな状況だったら、はい、どうしてた、気合で乗り切ってたが、はい、一旦下げるって方向にいったから、まず僕の場合は半分以下の倍がほとんどでしたけど、はいはいはい、まず、うん、1回目はとりあえずあこんな感じでやるんだってやって、うん、そのまあ、2回目から本気出すって感じですね。本気出すっておかしいな。2回目からそのしっかり、例えばじゃあ初め4割しか解けなかったけど、じゃあ8割解けるためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに改善していく、うんうんうん、はい、もしくは身につけていくっていうのが基本ですね。で2回目でちゃんと突破できたら OK みたいな、はい、そうですね、もう1回目ほとんど本当にできなかったです。もう全然覚えられないし、解けないし、書けないしみたいな、はい、2回やってもできなかったらどうしてた、その場合下げてた。あ、2回目やってできなかったら、これはちょっと相談して参考書変えたりとかっていう相談を してますよ、ね、うん、はい、それも例えばじゃあ格闘するとか得点出しやって厳しかったら、はい、あの開発講座に下げたりとか、そうですね、うん、だからまあそこでね、そのとりあえず挑んでみて、はい、解決するなら、うん、今の正解率低くても、うん、2週目3週目で克服できるのはそれでよし、うん、どうしても厳しいならまあそのなんか切り替えて、はい、他の難易度下げたものでやるなり、はい、うん、でも全然いいんじゃないかなっていうところですかね。そうですね、うんうん、まあ、でも現時点での正解率自体はあんま気にしなくていいですね、はい、1週目が正解率悪いのは割と当たり前だと思っておいて大丈夫だと思います、うん、はい、まあ、初めちょっと書き方学んでもらわないといけないですからね、うん、はい、まあ、それよりもなんかしっかり終わるかなってことを考えて、うん、まあ、計画組んだ方がまあいいと思いますよね、うん、はい、まあね、他のもので克服できるのはそれはそれでよしだけど、結果的に書けなきゃね、やっぱり入試の点は取れないと思うんで、はい、しっかり頑張ってくれればというふうに思いますね。そうですね、はい、はい、で参考にしてください、はい、今回は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらからお寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。